神戸高塚高校神戸高塚高校校門圧死事件とは、1990年7月6日、兵庫県神戸市西区の兵庫県立神戸高塚高等学校で、同校の教諭が遅刻を取り締まることを目的として、登校門限時刻に校門を閉鎖しようとしたところ、門限間際に校門をくぐろうとした女子生徒が門扉に頭を挟まれ圧壊されて死亡した事件である。1990年7月6日午前8時過ぎ、3名の教諭が校門付近で遅刻指導を行っていた。そのうちの一人は事件直前に時計を見ながら4秒前などと生徒に対してハンドマイクで叫んでいた。当日は期末考査の日であった。午前8時30分のチャイムが鳴ると同時に、細いは高さ 1.5 メートル、重さ約 230kg の鉄製のスライド式の門扉を閉めた。細いは過去に20数回校門指導で門扉を閉めており、生徒のカバンをハサミ押し戻されるなどの経験があったため、校門に入る生徒の列が一瞬途切れたのを見た後、頭部を地面へ向けて勢いをつけて閉めた。そこへ駆け込んだ女子生徒が門扉と校門の壁に挟まれるが、細いは気づかずにそのまま門扉を押して閉め切ろうとした。現場にいた別の生徒が門扉を押し戻したり叫んだりしたことで、細いは初めて事件に気づいた。女子生徒は、門扉と門柱の間に頭を挟まれたことなどにより、頭蓋骨粉砕骨折等の重傷を負い、搬送先の神戸大学医学部附属病院で午前10時25分に脳挫滅による死亡が確認された。現場に付着した女子生徒の血液は、警察の現場検証前に学校により洗い流された。当日の試験は予定通り実施され、細井は試験監督も務めていた。女子生徒の容体を質問した生徒に対して、重傷だが生命に別状はないと説明していた。同校の校長は、事件発生の前年度に、兵庫県高等学校生徒指導協議会、神戸支部長、同校生徒指導部長は、同協議会常任委員であったため、管理教育や生徒指導を推進しており、全教師による校門や通学路での立番指導は、協議会で高く評価されていた。また、当時は日本で5校しか採用されていない学校安全に関する研究指定校でもあった。文部省はこの事件を一教諭と一生徒の問題であり、学校側に何ら問題はないとの認識を示した。校長、兵庫県教育委員会は文部省の意向を受け、教員個人の責任を主張した。刑事裁判では、細井の過失を認定したものの学校側の責任や管理教育の是非については触れられなかった。またあたかも細井和人の責任であるかのような報道もあったが、生徒数が増加し管理教育が漫然と行われて発生した事件であり、社会に大きな影響を与えた。7月20日に全体保護者会が行われた。その模様を録音したカセットテープがあり、冒頭には以下の発言があった。保護者会は従来から本校では一切公開していないはずのものでマスコミの方に流れまして生徒がひどく困っておりますとマスコミを批判した。また何かご要望がありましたらその時にもう一回来てもらいましたら録音は聞いてもらえると思いますと発言した。それにもかかわらず兵庫県は録音テープは公文書の公開等に関する条例において、公開の請求の対象にならない。会議の内容を録音したテープの反訳書及び、全体保護者会の会議録は、初めから存在しませんと説明した。高校はテープを処分したが、PTA はテープを保管していた。音声が公開されたのは、事件から8年後のことであった。兵庫県教育委員会は7月26日、細井を懲戒免職処分、また管理責任を問い当時の校長を戒告、教頭と教育長を訓告、教育次長2名を厳重注意とする処分を行った。しかし、校門を閉めようと言い出した教員や生活指導部長に対しては処分はなかった。また、校長から出されていた辞表を同日付で受理した。細井は、その後懲戒免職処分を不服として、申し立てを行った。9月に教育委員会から新校長が就任。今後の保護者会の開催を打ち切ることを宣言した。11月16日、学校側が安全管理上の過失を認めた形で、兵庫県が女子生徒の遺族に損害賠償金6000万円を支払うことで示談が成立した。また、遅刻者に校庭を2周走らせたり、スクワット系柔軟体操を数十回課していた理由について、1991年4月の転勤者の事例交付のオリエンテーションで新校長は、8時35分の出席確認に間に合わないようにするためと説明した。つまり、教室でのホームルームは8時35分開始となっているため、校門指導での遅刻を出席簿や調査書に反映させるため、罰を課して間に合わないようにしていた、という。7月21日に、兵庫県警察による実況見分が行われた。その結果門扉はヘルメットが割れるほどの速度で押されていたことが分かった。生徒が集団で登校しているのに、細井が勢いよく門扉を閉めたこと、細井は過去にも門扉で生徒のスカートなどを挟んだことがあること、などから、細井は門扉を閉めることの危険性を把握しながら、安全を十分確認しなかったことが、明らかになり、業務上過失致死の容疑で取り調べられた。細井は、業務上過失致死罪で、神戸地方検察庁に送検され、起訴された。刑事裁判では、細井は、門扉の閉鎖は、教員3人で行う共同作業であり、安全、合理的な方法。学校から、安全面の指導や注意はなく業務性はない。わずかな隙間に生徒が頭から走り込んでくることは予見不可能で過失責任はない。十分な安全策もなく、教師に校門指導をさせた学校に責任があり、誤った教育理念を押し付けた学校管理者や兵庫県教育委員会、文部省の責任が問われるべきなどとして無罪を主張した。神戸地方裁判所は1993年2月10日、門扉の閉鎖は反復、継続して行う行為であり、その重量、構造から、登校時に閉鎖することは、門扉を生徒の体に当てるなどして、体に危害を与える恐れがあり、業務上過失致死罪の業務に当たるとした上で、生徒が制裁などを避けるため閉まりかけの門に走り込むことは予測できた。他の当番教師との安全面の打ち合わせはなく過失があったと、神戸地方検察庁の主張をほぼ認める形で、細井俊彦に禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。細井は、判決には不服だが、自身や家族の心労を考えて控訴しない判断をしたとして、大阪高等裁判所に控訴せずに有罪が確定判決となった。判決は、教師の過失を認める一方で、被告個人の刑事責任とは別に、生徒の登校の安全に対する配慮が足りなかったとしたが、同校は当時、遅刻者に校庭を2周走らせるペナルティを課していたことや、生徒を家畜呼ばわりする言葉の暴力の容認、女子生徒が生理の日でも水泳をさせられることへの人権蹂躙、管理教育の問題が事件の背景にあったことや、校門での遅刻指導を始めた頃は5人、体制であったが、3人に減らされてしまったことについては、言及を避けた。細井俊彦の有罪確定に伴い、教育職員免許法に基づき導入は、教員免許の欠格事由に該当し、細井が起こしていた、懲戒免職不服申し立ての審理は中止された。細井は、有罪確定直後の1993年4月に、この事件を題材とした本を実名で出版し、警察的な校門指導を正義だと思っていたと述べており、基本的には、自らの行動に問題はなかったという姿勢を貫いている。現在の神戸高塚高校校門学校は、事件現場となった校門の門扉を、事件直後に撤去しようとしたが、事件の風化を図っているなどとして保護者や一部住民らが反発した。判決前の撤去は好ましくないとする裁判所の意見を受けて保留したが、細井の有罪確定を受けて、再び公文撤去を進めた。撤去後の門扉を要解校庭に回すことなどの決定が PTA や保護者に説明することなく記者会見で明らかにされて保護者や住民らは反対したが、1993年7月30日に小競り合いの中で撤去されて従前よりも小型で軽量な門扉が設置された。門扉の撤去は不当だとして工事費などの返還を求める住民が訴訟を起こすが、1999年7月12日の最高裁第三小法廷の判決で学校側の措置を適法として住民の訴えを棄却する判決が確定した。ありがとうございます。